先週金曜日、東京千代田区の衆議院第一議員会館前、集まっていたのは新型コロナワクチンの接種後に家族が亡くなった遺族会です。私の妻を含めてこう亡くなっている事実があるので、そこをちょっと私なりに伝えていきたいなと思っております。ワクチンを打って1日空いて亡くなってもらって3ヶ月でもう何にもなくしましたからね。私はこの思い知ってほしいですね。ワクチンで私の子供たちの父親は亡くなりました。命を奪われました。責任取ってくださいっていうことをやっぱ伝えたいですよ。この日、厚生労働省と初めて直接対面します。メンバーの一人、宮城県に住む須田さん。夫の翔太郎さんが去年10月、接種の3日後に急死しました。ワクチン以外考えられないわけですよ。熱も出て、でずっとこの心臓を抑えてて、息苦しい息苦しいって、呼吸しにくいって言ってたので、でその苦しんでから亡くなったので、もう本当にワクチン以外ないよなって私は思ってます。医師はワクチンの副反応の可能性を指摘し、救済制度の申請も行いましたが、いまだ国からの回答はありません。翔太郎さんの死後に生まれた末っ子のすみれちゃんをはじめ、4人の子供のシングルマザーとなった須田さん。それまで市民活動とは無縁でしたが、今はツイッターや講演会で懸命に情報を発信し、今年10月に結成された遺族会では中心メンバーでもあります。ワクチン接種後の死亡事例は国への報告分だけで1900件以上ですが、死亡一時金の支給が認められたのはこれまでにたった10人。しかしこれもワクチンと死亡の因果関係が完全に認められたわけではありません。被害が出ている現状が見過ごされてはいないか、その思いを厚労省に直接問いただす機会です。大事な人みんな亡くしてるんですよ。それの行き場がですよ、予防接種救済制度ってありながらですね、役所に行ってもたらい回しじゃないですか。妻を亡くしたのは関東地方に住む小金井さん。今回のワクチンがどういうものかっていうのはあなたたち一番気づいてるでしょ。マスコミ使ってね、打て打てってね、煽りまくって、結果がこれでしょ。夫を亡くした大阪府に住む山田さんは、何回も電話しました。ワクチンとの因果関係がないからって言われてね、納得できると思いますか。自分の身内がそれになったらどうします。人だったり危険性しっかり国民に伝えてください。そして須田さんは、あなた方が安全だとおっしゃっていたそのワクチンを打って夫は亡くなったんです、それなのにまだ亡くなってから1年も経ちましたけれども、いまだに因果関係不明とされてます。言い訳というか、亡くなっている人たちを正面から向き合ってないですよね。これに対し厚労省の担当職員は、この施策に変更を要するような懸念があるのかどうなのかというのを毎回毎回一応確認をさせていただいております。でその中で、そこまで例えば直ちに出勤するとかいうところまでのご指摘はいただいてないところで、ございます。そしてこの日はコロナワクチンの効果に疑問を唱える医師も参加。今重要なことは前例調査、それからワクチンによる健康被害があると考えられる人は前例きちっと調査しないとダメです。死亡例や重い副反応のすべてを追跡調査するよう求めたのは京都大学名誉教授の福島正則医師。このワクチン接種という政策によって死亡率が本当にそれによって下がってるのか、きちっと科学的にきちっと説明できないならね、今のワクチンが5回目が有効だという証拠はどこにもないです。ワクチンの効果そのものを疑問視しました。そして名古屋大学名誉教授の小島誠二医師は、臨床医から言ったら
病院が診断したものをそうではないなんていうことができないんですね。ありえないんですが、解剖結果などで因果関係が考えられるとされた場合でも、ほぼすべて因果関係不明と結論付けていることに疑問を投げかけました。医師の指摘に対し、厚労省の担当者、必要な情報をしっかり集めさせていただいて、必要な評価をすると。ただ、ガンマとなった場合でも、それでじゃあその症例はもう終わりということではなくて、そういった情報もしっかりと大事にさせていただきながら、全体として注意喚起をしなければいけないのかどうなのかというのを、我々として真剣に考えさせていただけると。そして、遺族側からワクチン接種をこのまま続けるのかの質問が出ると。現状、そのオミクロンのタイプの、要するに5回目の接種のものについても、現行では変更の必要はないという評価をいただいておりますので、私どもといたしましては、引き続き5回目接種の方を続けさせていただくと。接種はあくまでこのままという回答が。中止して、で、安全性を確認してからっていうことはできないんですか。だって並行してやってたら、ね、当然ね、被害者っていうのは出てきちゃいますよね。実際に人亡くなってるんですよ。この前も10名認められましたよね。それなのにまだ5回目続けるって、だから命軽く見てるんじゃないんですかってさっき言ったんです。私、今回のワクチンに関してあんたはどう思ってんの。すいません、こういう場で出てますので、あまり個人的なご意見は申し訳ございませんけど。いやいや、それ、はい、そこが知りたいのよ。意見交換会は平行線のまま終了しました。会を主催した超党派議員連盟の会長で、自らも血液製剤による薬害エイズ事件の被害者でもある川田隆平参議院議員は、厚生労働省の担当者だけではなくてですね、もっと副大臣とか大臣とか、そういったその政務の三役にしっかり働きかけも行っていかなきゃいけないと。そして最後に厚労省の担当者に聞きました。今回のこの討論会の話を受けて、具体的にはどんなことをすぐ検討されますか。ご指摘はありましたけれども、我々としてはこれまでやってきた施策を丁寧にやっていく、そういうことだと思います。つまり今日話を聞いたけども、今まで通り進めていくということなんですかね。なんかそういう、いやいやいや、そういう聞いてないかな。いやいや、そんなことないです。言ってもらうのを取ってやられると、いやいや、そんなことないです。ちょっとあれですよね。いやいや、むしろお話を聞いた上で、これからなんか情報操作、情報操作じゃないです。情報操作じゃなくて、いや本当に今日のことはもちろんいろんなお話、いろんな方から話を聞いてますので、それを踏まえて我々の施策に生かしていくっていうことです。これから具体的にはどう生かしていきましょうか。まあ、例えばですよ、いいですか、もう、はい、具合悪い方をもう一回ちゃんと調べてみるとか、そういうこと。まだそこはまだ話をいただいたあれですので、具体的なことはまだ申し上げられない。例えばワクチン後遺症で悩んでいる方がいらっしゃるというところを調べるとか、はい、まだだから具体的なところまでは、はい、申し上げられない。これからなんですね。言いましたよね、はい、これからちゃんと話を伺いましたし、はい、その情報を正しく出してほしいというのは我々も今やってますので、はい、そこは今回のご意見を踏まえて順次対応する。はい、わかりました。